皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます。さあ、本日も始まりました、トッサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、安全保障理事会で、ロシアに対して非難合合です。では参ります。え、9月の22、23日、ニューヨークで国連総会が開かれました。翌24日、安全保障理事会の会合が開かれて、ここではまあ、世界中の様々なことがテーマになって話し合われるんですけれども、 安全保障理事会なので、当然、ロシアの侵略戦争についても会合が行われたんですね。で、今回、ロシアがウクライナの子供たちを数万人拉致誘拐しているっていう件についても話し合われました。そこでね、ロシアに対してものすごい非難が巻き起こったっていう、そういう話になります。今日紹介するのはお三方だけになりますね。イギリス、ドイツ、ポーランドになります。まずは、イギリスから行きたいと思います。ケイティさんですね。よろしくお願いします。 国連安保理の絶戦が止まらないということなんですが、イギリスのラミー外相が、プーチン容疑者を名指しで、名指しでマフィアのどんだっていう言い方をしましたね。プーチンはマフィア国家を運営し、奴隷所有者だっていうものすごい言葉を投げつけました。うん、もう現場がハッとするような言葉を投げつけたわけですね。で、今回の侵略戦争に関しては、このマフィア一派が得をするだけ利益を得るだけの 戦争であると。で、さらにマフィア国家を強化して、マフィア帝国にしようとしている。で、これは嘘と腐敗の上に成り立っている帝国なんだっていう、そういう痛烈な批判をしたということで、これが話題になって SNS の中ではかなりね、いろんな国の方がこの情報をポストしているような状況になっています。しかし、それ以外に強烈な批判をした人として、今回お二人紹介していこうと思いますが、 え次が、ベーヤボックスさんになりますね。ドイツ外相、ベイヤボックスさんでございます。で、ちょっと和訳をかけてありますけれども、このポストだけ見ると、どういうことなのかというのが、いまいちわからない。で、ちょっと映像を流しますけれども、もうね、もう怒りたけって話してるのが表情からわかると思います。うん。ものすごい怒ってる。演技じゃないと思いますね。という状況で言ってる。で、何をこんなに怒りたけって言ってるかというと、 あなたたちは自分たちに嘘をつくことはできると。さらに、自国最強の男、これがプーチン容疑者を指してます。自国最強の男が誘拐した少女の影に隠れることはできるが、世界を騙すことはできないっていう言い方はあれだけ怒ってしてるわけです。ものすごい痛烈に批判してるっていうことはわかるけれども、一体何のことなのかっていうのは、いまいちわかりませんよね。で、バックボーンを知るためには、 ドイツの外務省かな公式のホームページがありますけれども、そこにスピーチの全文が書いてあります。概要欄に貼っておきますので、和訳かけたら見れますので、興味がある方はご覧になってみてください。で、カつまんで話をしますが、なぜああいう発言が出たかというと、実はですね、ベアボックさんが、ロシアに誘拐された10代の少女と話をする機会を得たことがあるそうですね。 で、この10代の少女がウクライナに帰れたかどうかまではわからないんだけれども、まだ帰れていない子です。と話をする機会があった。そしたら、その10代の女の子が涙をボロボロ流しながら、ベアボックさんに一つだけ約束してほしいっていうお願いをしたそうです。 全ての少女、全ての少年、そして小さな子供たちが全員ウクライナに帰れるその日まで、決してこの活動をやめないでほしいと。沈黙しないでほしい。訴え続けてほしい。この一つだけを約束してくださいっていうことをベアボックスさんにお願いしたそうですね。おそらくベアボックスさんがこの少女の顔を思い浮かべながら、 小さな女の子の影に隠れることはできるけれども嘘つけねえぞっていう、そういう言い方をしたんじゃないかなというふうに思いますね。痛烈な批判をロシアに浴びせたという話です。えー、そして最後に、ポーランド、シコルスキー外相に行きたいと思いますが、これ公式のね、ポストになります。昨日の国連安全保障理事会で私はロシアとその代表に対していくつかの質問をしたっていうポストがあります。 で、どういう質問をしたのかに関しても、これもね、ポーランドの外務省かな、公式のホームページがありますけれども、ここにね、全文が出ています。で、長いので、かいつまんで話をしますけれども、これもね、シコルスキーさんの実体験、そしてポーランドの歴史に絡んだ質問だったということなんですが、実は、シコルスキーさんが現在住んでいるお住まいから、わずかね、3キロぐらい行ったところに、 ポトリツェという村があるみたいですね。ポトリツという村がある。で、ここの村というのは、かつて第二次世界大戦中にナチスの強制収容所がある、あったということで知られている村だそうです。強制収容所。で、この強制収容所というのは、数千人の子供たちがいた収容所として知られているっていうことなんですね。 うち最大で800人ぐらいはこの収容所で亡くなったというふうに言われていて、数千人は西側に送られたってことがある。まあ主にドイツだと思います。ナチスドイツに送られたっていうことが言われているんだけれども、何のためにナチスドイツがこの子供たちをドイツに連れて行ったのかっていう、そういう話なんですが、えー、実はですね、えー、ヒトラーがアーリア人増殖計画っていうのをやってました。 うんとね、学術的なアーリア人の定義とはまた違っているんじゃないかと思うんですけれども、要するに金髪で目の青い子ですね。これを一番優秀なアーリア人で、これがドイツの大元なんだみたいな言い方をして、金髪で壁岸の子供たちっていうのをドイツに連れて行って、洗脳教育を施して増殖させようっていう計画をやっていた。そのために拉致した子供たちっていうのをドイツに連れて行って洗脳していたっていうことです。 で、シコルスキーさんはすぐ近くにこういう収容所があるというのも、相まって、こういうことを知っているわけですね。その絵で現在ロシアがやっているのは、ウクライナの子供たちを数万人、数十万人かもしれないというふうに言われてますけれども、ロシアに連れて行って、そしてそこで子供たちをキャンプみたいなところに入れるわけですね。で、あなたたちのは、親から望まれていないって言うんですよ。あなたたちの親は、あなたたちを必要としてない、いらないって言ってる。 そういうことを子供たちに風潮する。で、その上で、えー、ウクライナなんていう国はない、ウクライナなんていう人はない、すべてロシアなんだっていう洗脳教育を行って、一部の子たちっていうのを無理くり養子縁組みして、いろんなところに分散させて、ロシア人化するっていう計画を、すでに今現在リアルタイムで実行しているわけですね。その上で、シコルスキーさんが、 今、ロシアがやっているこういうことは、私が知っているナチスのやったアリア人増殖計画と一体何が違うんだっていう、そういう質問をしたっていう話でございます。えー、ロシアがですね、ウクライナに難癖つけるときによくナチだナチだっていう言い方をしますけれども、ナチスドイツという存在はもうドイツからはなくなりました。しかし、世界にはまだナチスは残っていて、その残っているナチスは間違いなくロシアだと。 いうふうに思います。今回の安全保障理事会では、現代版なしさはお前らだろっていう、そういう非難が巻き起こったという、そういうお話です。ちなみに、えー、この、ロシア人化計画みたいなことをやっているロシア君、国内でも無茶苦茶なことをやってまして、こちら、水なずきさんですね。よろしくお願いします。メデューサの記事が引用されてますが、えー、ロシア、またやばい法律が、 子供欲しくないって言ったら罰金です。はいっていう、そういうポストがありました。で、これですね、あの、メデューサの記事の中を読んでみると、LGBT ですね、に関する法律で、えー、子供を必要としないっていうような思想とか運動に対して罰金を科すっていう、まあそういう一応立て付けはね、立て付けはそういう法律になってるんだけれども、 ロシアはね、今、日本以上に少子化が進んでいる国なんですねで。その上で侵略戦争をやっていて、若い世代がボンボンなくなっているような状況なんですよ。ものすごい人口形態に今後なっていきます。本当にね、国が吹っ飛ぶような掛け事をロシアはしていて、侵略戦争までしているっていう、そういうわけわからんことをやっているんですけれども、これを何とか乗り越えるために、ウクライナから子供たちを拉致誘拐しました。でもそれでも足りないということで、今度は、 えー、無理くり国民に子供を産めようっていう政策をやっていて言論統制をしているっていうことですね。うん。私子供なんかいらわないわって言ったらこの法律に抵触するので逮捕されてしまうっていう、そういうことをやっている。まさに一番最初にイギリスのラミー外相が言ったように、プーチンというマフィアのドンですね。このマフィア一派が得をするだけのことを国外でも国内でもやっている。 こんな奴が国の一番トップにいてはいけないので引きずり下ろさなければいけないというふうに思いますね。ウクライナを支援することで世界が少しでもまともになるんであれば我々は強力にウクライナを支援していくべきなんじゃないかなというふうに思います。はい。ではここからはトピックスを少しだけお伝えさせていただきたいと思います。えー、まずは JSF さんのポストから行きましょう。よろしくお願いします。ドイツから供与されたスカイネックスという防空システムなんですけれども いよいよ実戦投入されましたっていう、そういうポストなんですけれども、えっ、ー、とね、機関砲、対空機関砲で撃つタイプなので、対ドローン専用かと思っていたんですけれども、どうやら JSS さんのこのポストを見ると、巡航ミサイルもいけるみたいですね。で、さらに迎撃が難しい小型のドローン、これもね、対応できるということで、かなり汎用性が高いものであるということがわかりました。えー、弾道ミサイルだけが、 守備範囲外になるのかなで、こっちはパトリオットとかアイリスティーとかで行けるので、それ以外のものですね。あらかた落とせるようなものだということで、いよいよ実戦配備が始まったというお話でございます。では、ブフレダールに行きましょう。うん、フレダールなんですけれども、街の中にロシア軍が入ってきたというのが、視覚的に確認されました。まだね、南の隅っこの方に入ってきただけなんだけれども、 えー、状況的には、この南から入られただけではなくて、東側から西側からも、ロシア軍が迫っているという状況。空いているのはね、北側だけなんですよ。で、えー、舗装されてない道路が2つ、で、幹線道路を舗装されているものが1つだけが逃げ道になりますという状況。さらに、北の方では、えー、ロシア軍がね、横っ腹つくような形で伸びてきたりもするので、うーんとね、そろそろ、て の時なななんじゃないかなという気がしてますとにかくウクライナの守備隊の皆さんの命が全員無事でなんとか作戦を遂行していただきたいっていう気持ちですね。で、ブレダールに関しては2年以上にわたってロシア軍の装甲車両とか戦車とかをぶっ壊しまくってきた戦地なので十分戦果は上げてます。うん 逆にすんごいちっちゃい町なので、ここを取るためにロシアは一体どれだけの兵器をなくしたんだ、兵士をなくしたんだっていうことになるので、うん、今ね、デーネ駅まで本当は粘りたかったとは思うんですけれども、貴重な兵士の皆さんの命、これを最優先に作戦を実行していただきたいなと思いますが、 まだ、ウクライナ軍が撤退したという情報もないし、ロシア軍がブレダールを占領したという情報もないような状況なので、また進展がありましたら、皆様と情報を共有していきたいと思います。では、最後なんですけれども、ちょっとね、えー、ゼレンスキー大統領、ウクライナと共和党が多少揉めてますっていう、そういう話になりますね。小谷先生です。よろしくお願いいたします。 え、ジョンソン下院議長が中米ウクライナ大使の解任をゼレンスキー大統領に要求ということですね。うん。で、実際のその書面も添付されてるというような状況でございますが、かなりご立腹なご様子。で、このポストに書いてあるのは、ペンシルベニアにある砲弾工場に、まあ、ゼレンスキーさんが訪問しました。で、それが内政に介入してきたっていう内政解消だみたいなことを言って怒っているっていう、そういう話に。 なりますけれども、ちょっとこれはね、一旦冷静に見た方がいいのかなと思います。さらに詳しい情報は、日経新聞のこちらの記事に書いてありますね。米共和党ウクライナが選挙介入と反発、大使介入を要求ということなんですが、詳しいじょ事情としては、ペンシルベニアの工場を視察した時に、帯同していたアメリカの議員さんが全員民主党だったということですね。 それが、まあ、ニュースとかで放送されているような状況なので、えー、民主党がウクライナに寄り添っていて、共和党はウクライナに寄り添っていないということで、えー、選挙に影響があろうというところですね。えー、ここで、ジョンソンさんが、これは選挙に影響があるから内政か、えー、干渉だみたいなことを言って怒ってるということで、えー、まあ、選挙絡みの話だっていう、そういうことになりますね。 まあ、正論を言うと、これで内政干渉になるんであれば、現在、えー、副大統領候補のバンスさんは、ウクライナの国の中に干渉地帯を設けると。で、NATO にも加盟させないと。で、ロシアが現在占領したところってのは、概ね認めるっていうことを言ってるわけですね。これが内政干渉じゃなくて何なのっていう話になるので、えー、まともに正論で議論すると、やっぱウクライナの方に部があります。 でも今回このジャイアンアメリカ気質の意見というのはあくまでも選挙に絡んだ話ということになるので共和党側も一定程度ニュースになる反発をしなければいけないシーンだからこういうことを言ってるんじゃないかなと思いますね。で、選挙の中で語られるウクライナに対する支援とか対応と実際政権が始まってすることはおそらくね別になってくるというふうに思います。 安全保障政策、あと外交にも絡むことなので、現在、トランプ陣営、特に副大統領のバンさんが言ってるようなことっていうのは不可能です。不可能。うん。アメリカが孤立してしまって、ヨーロッパともかなり亀裂が入るような状況になるので、まだ選挙まではね、あんまりここは触れずにということなんですけれども、ちょっとね、ウクライナとしては頭の痛い状況が出てきたかなということですね。一応、勝利計画に関しては、トランプ前大統領にも、 これを提示して説明するということを言ってるんだけれども、現在ね、合わない方向なんじゃないかなという気もします。で、この辺もね、ギリギリまで見ていかないとちょっとわからないかなと思いますね。選挙絡みなので、あんまりね、真正面から情報を受け取ってカッカしてもね、意味がないんじゃないかというところで、まあ、このチャンネルをご覧の皆様には、冷静にちょっと一旦眺めていただければなという気がいたします。はい、というところで本日はですね、 安全保障理事会でイギリス、ドイツ、ポーランドが厳しくロシア批判、そしてプーチン批判をしたというお話でございます。えー、マフィア国家ということをラミー外相が言いましたけれども、まあ本当にその通りだなということですね。我が国の隣にマフィア帝国がありますよというそういうお話でございます。というところで本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。